J. アリス・フレデリック・シンプソンはイングランド・インフィールド出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。2007年2月19日、FA ユースカップの準々決勝カーディフシティ FC 戦でハットトリックを達成し、エミレイツ・スタジアムでハットトリックを達成した最初の選手になった。2013年9月29日、タイプレミアリーグのブリーラム・ユナイテッド FC に2年契約で、 移籍した。給料は、プレミアリーグ歴代最高の週給200万バーツと、報道された。2014年2月1日、2014校、ロイヤルカップの後半に途中出場し、ムアントンユナイテッド FC 相手に移籍後初得点となる、決勝ゴールを決めた。2014年7月31日、フットボールリーグ1のレートンオリエント FC に3年契約で、加入した。 同クラブでは96試合出場33得点を記録し、2017年1月9日に MLS のフィラデルフィアユニオンに移籍することが発表された。2019年2月12日、レイトンオーリエント FC に復帰した。2019年6月30日、ネアサラミスハマグスタ FC に1年契約で移籍した。ありがとうございます。